で全然話は変わるんだけど、長官。はいはい。長官のそのギターは高いんですか？高いです。どのぐらい高いんですか？何円ぐらいだろうな。いや、要はそれが傷ついたり壊れたりすると悲しいですか？悲しいです。どのぐらいのレベルで悲しいですか？さっき、ね、ややこしいことはわからないです。さっきアコースティックコーナーの時にやろうと思ってたネタでね、うん、サイン書いちゃおうって。あこんなことに、ね、えデーモン、デーモン本物、ウェーイ。それは高いのねえ。それどのぐらい高いの？書いて書いて。え？書いて。おお、そうなの。昨日ね、あのサタンオールスターズ終わった後、楽屋が大変なことになっててさ、13名のサインを必ず全部全員分が書かれている色紙とかパンフレットっていうのがね、30冊とかあって、みんなサイン書いて終わったと。飯島なんかそれに合わせて見たこともないようなサイン開発してたしね。昨日やっぱり我々思ったね。我々世紀末の準現役構成員は基本的には養子の部仮の大学時代からの同じクラブのメンバーだから、卒業してもね、大学に行かなくなっても大学に行かなくなってもなんかクラブのノリがずっと続いてるから、いつまでも学生気分で部室にいて話してるみたいな感じなんだけど、これひとたび一旦離れたやつが出て戻ってくると、ああこいつらは先に卒業したやつらなんだな、我々はずっとあれから17年間留年を続けてきてるんだなっていう、そういうね感じを受けましたよ。ええ、そうでしたもん。でもね、我々にやってることは楽しいぜ。そうさ、こんなやって舞台の上でいきなりサイン消えちゃうけねーとかやってもね、怒られないんだし。なぜならば、それはロックが有害だからだ。Keep